させていただきます。まず自己紹介からしたいと思います。名前は、福島龍と言います。で所属は首都大の都市教養学部都市教養学科理工学系電気電子工学コース安田研究室の学部4年生です。で研究は、タイトルにもありますのでメタヒューリスティクスについての研究を主にしています。で興味あることは、若手の会ということで、汎用人工知能の実現に興味を持っています。で普段は電気電子工学というものをやっているの で、 そうです、ね、こういった機械学習とかいう情報系ではなくて、回路とかを目の前にしていたり、電力のことを考えたりっていうのをやっていると主に勉強しています。でそんな他分野の人間なんですけど、なんでここに来たかっていうお話からまずしたいと思います。まず自分の興味のあることが汎用人工知能の実現です。でそれがきっかけで、アベジャさんってテクノプレナーラボというのがあって、それをきっかけにここに訪問させていただいたことがありました。でその場で若手の会の大沢さんと松岡さんに出会うことになりまして、でそこでなぜか発表をいきなり頼まれました。すごい困ったんですけれど、ちょっと性格上断れなくて何を発表しようかなって考えた時に、自分の興味の矛先が汎用人工知能のところにあるので、そこをまず考えた時に、実現の基盤となる技術と今言われている一つとして、ディープラーニングがあるのかなと。でじゃあそのディープラーニング、これの基礎となるのは、ニューラルネットワークだろうということで、自分の専門を生かしつつ、その汎用人工知能の実現の研究開発に寄与できないかなと思って、今回はニューラルネットワークと自分の専門を組み合わせて検討してきたことがあるので、それについて少しお話しさせていただきます。全体の流れとしては、まずメタヒューリスティクスは何なのかという話が入って、で、ニューラルネットワークをすごいざっくりお話しして、じゃあそれに対してメタヒューリスティクスって本当に使えるのかっていうことを話した後に、自分の意見を最後にちょろちょろと話したいと思います。じゃあ早速ですが、メタヒューリスティクスとは何だということで、最適化手法と言われるものの一つです。最適化手法っていうのが、ある問題に対して最適な答えが欲しいっていう時に使う手法の一つなんですけど、その中にメタヒューリスティクスはあります。で他に数理計画法と呼ばれるような枠組みもあるんですけど、ここでは時代の研究の時代の変遷をたどっていくという目的から、数理計画法の説明からざっくりしたいと思います。で数理計画法という枠組みの中には、シンプレックス法や準ニュートン法と呼ばれるような、有名なとても、素晴らしいアルゴリズムがあるんですけど、1970年代頃に研究が始まっていて、とても古くに研究が盛んであった分野です。で、具体的な数理計画法の手法例として、基礎基本と言われている最急効果法について簡単に説明したいと思います。で最急効果についてです。右の方にあるのが、ある関数 F、 これを最小化したり最適化したいと考えた時に、ある探索点を一つ落としてあげて、その地点から最も急な方向に落としていって、これ以上降りれないよってなったところで探索を終了する、これが簡単な最急降下法のアルゴリズムです。数式で表すとすると、ナブラという勾配、その探索点におけるどっちの方向、現地点から見てどの辺が急なのかなっていう勾配を取ってあげて、それにマイナスをかけることで下る方向に進もうという簡単な方法です。で、これ勾配法というものに分類されるんですけど、仲間に協約勾配法や準ニュートン法と呼ばれる方法があります。でこれで、当然ながら勾配を計算するので勾配情報が必要です。で勾配の情報が必要ってことは、その最適化したい目的関数が微分可能性が保証されている必要が出てきてしまいます。でそれのせいで結局適用できる問題が制限されてしまうという問題があります。またこれ応用数学に端を発しているのが、数理計画法なので、その数学と、PG パワーに任せてゴリゴリ解くような方法になっているので、巡回セールスマンに問題とかに代表されるいわゆる計算困難な問題っていうのは、このアプローチでは現実的には解けないという現状があります。でこれは数理計画、最急効果法に限定せず数理計画法全般に言える問題だと思います。でそこ
こういった問題に直面した時にメタヒューリスティクスが出てきます。で、メタヒューリスティクスはどんなものかっていうのを、まあ、ざっくりと特徴だけ挙げると、まあ、解と評価値のみで最適解の探索が可能である。まあ、これどういうことかっていうと、さっきの関数だ、最急効果法であれば解と評価値、つまり探索点の部分の値とその地点の、fx の値っていうものと、さらにその勾配っていうのが必要だったんですけど、メタヒューリスティクスならその x と f から出てきた最終的な値、それだけで最適解を探索することができる。で、また先ほど例に挙げたようないわゆる計算困難な問題に対しても、実用的な時間内で、まあ、ある程度有用な最適性を持った解を出すことができる、そういった特徴を持つのがメタヒューリスティクスです。で、要するに微分できなくてもいいとかっていうことから問題側の制約が緩くなります。で、これはまあ余談としてですが、まあ、終了条件も自分で決められます。どれぐらい探索しようかな、探索にどれぐらい時間かけようかなっていう観点からでも終了条件を決められるっていう特徴があります。では、メタの説明に具体的に入っていきたいと思います。で、メタヒューリスティクスの言葉の説明からすると、まあ、メタというのは個別の要素を司る上位概念、抽象的なという意味です。で、ヒューリスティクスというのは最適化の分野では数学的には証明できないが有効性が経験的に明らかとなっている知識という言葉の意味を持っています。つまりメタヒューリスティクスというのは抽象化された経験知識に基づく最適化を探索する方法、その枠組みということが言えます。では、ここから、まあ、具体的なメタヒューリスティクスの手法について説明したいと思います。で、代表的な手法の例として2つほど今日は挙げたいなと思っていて、まあ、それは1つは PSO と GA というもので、最初は GA から本当に簡単になんですけど、数式とか出ないんですけど説明したいと思います。紹介したいと思います。で、GA というのはジェネティックアルゴリズムの略で GA なんですけど、生物の進化の過程を模擬したアルゴリズムです。で、先ほどは最急効果だとただのボールだったんですけど、その探索点を、まあ、複数用意してあげて、その探索点一つずつを、まあ、遺伝子と見てあげて、その遺伝子を、まあ、いくつか選択して、で、その遺伝子を内容情報を交差してあげるんですね。遺伝子情報を交差してあげて、で、時にはその交差した情報に対して突然変異を起こしてあげる。で、そういったことを繰り返していくと自然淘汰されて最適な解だけが残っていく、より優れた解だけが残っていくという特徴を持っています。で、突然変異という処理が入っているので局所間にはまりにくいという特徴があったり、交差という、探索方法を取るので元々の解が持つ良い表現というのをそのまま残しやすいという特徴もあります。で、続きまして PSO という手法です。これどんなのかっていうと、まあ、パーティクルスウォームオプティマイゼーションの略で PSO です。で、まあ、これは図で説明しようかなと思って用意してきたんですけど、まあ、まず、まあ、これは鳥がいるんですけど、これが探索点です。で、この各探索点で、まあ、ある点が、まあ、良さそうな良さげな解を見つけた、そんな時に、群全体に教えてあげるんです。他の探索点にこっちの方にいい解があるぞと教えてあげる。で、そうすると他の探索点はどうするかっていうと、その情報を参考にしつつ自分が今まで探索してきた経路の中で、まあ、自分の中で最適な解っていうのも確保しておくんですね。で、そうすると最終的にこの探索点がどう移動していくかっていうと、群全体で共有している最も優れた解の場所へのベクトルと、自分の探索過程で見つけていた最適なベクトル、また前回の移動で行ってきた速度ベクトル、これらの合成ベクトルとして次の探索点に移動するというような探索をします。で、これはまあご覧の通り鳥が餌を探す行動研究にヒューリスティクスを持っていて、まあ、群れ全体として最適化に集まっていきます。で、まあ、この複数のベクトルから合成されてその割合はランダムなので、これも局所感に強い特徴を持っています。で、これ実際に動くところを見たいなと思ったので、ちょっと動かしてみたい、見たのを載せてきました。で、対象とするのは 2N ミニマファンクションという、まあ、最適化の分野でよく使われるベンチマーク問題なんですが、まあ、このように局所解が複数存在していて、まあ、最適解はこの
左下のところなんですけど、で実際に動かすと、まあ、右上に出てくるんですけど、ちっちゃい丸が探索点で、まあ、左下が最適解なんですけど、まあ、このように局所解に捕まることなく徐々に群全体が最適解の方向に寄っていく、これのように、まあ、局所解に強いっていう特徴がメタヒューリスティックス全体にあります。で、まあ、再度言いたいことが、メタヒューリスティックスは解とその教科書のみで探索ができますよってことと、まあ、いわゆる計算困難な問題に対しても実用的な時間内でその解を出すことができますよということです。でここまでがメタヒューリスティックスの説明です。で続いてニューラルネットワークについてお話しします。でここから、自分は勉強してきたんですが間違ったことがあったら最初に謝っておきます、すみません。ではお話を続けます。ニューラルネットワーク、まあ、先ほどまでの発表でもいくつかもう出てきたんですけど、まあ、入力から、情報を伝播していって出力を得る。で、まあ、主にこのネットワーク何に使われるかっていったら回帰であったり分類であったりするわけですけど、この、まあ、W っていう重みと B っていうバイアス、これを適切に学習してあげることでその分類だったりっていうのを実現しているわけですけど、その学習するというのは、まあ、W と B を適切に調整するという意味です。で、その学習するために誤差関数というのを定義します。で、この誤差関数というのが、まあ、近さの定義で、一般的には事情誤差を使うと言われているそうです。で、まあ、D っていうのが真の値で、Y っていうのがネットワークの出力ですね。その差分を事乗して和を取るというものを、まあ、誤差関数と定義してあげて、それをまあ最小化する、アーギュメントミニマイズ W で最小化するということを考えれば、まあ、真の値とネットワークの出力に近づけるということになるので、そのような W、まあ、重みを設定してあげるということで学習を成立させ、実際に適切な分離をするように仕向けるということです。そこで、まあ、ここでは誤差逆転搬法と最急降下法で最終的には最小化を実現しています。で、まあ、誤差逆転搬法というのは、まあ、ここで説明する必要ないかもしれないですけど、本来各個体ごとに学習をしないといけないところを、順転搬ネットワークであれば出力側から逆方向に向かって再帰的に各パラメータを学習する、包括的に学習することができる。で、この枠組みがあることによって最急降下法でと組み合わせることによって最小化を実現しているというものです。で、ここで、まあ、メタヒューリスティックスを専門にしている僕が疑問に思ったのは、なんでわざわざ最急降下法なのかなって思ったわけです。その古くから使われている手法だっていうこともありますし、まあ、そんな整理計画法の中でも基礎的なアルゴリズムだし、で、そうやって微分可能性が保証されている必要だってある、そういう制約だってあるのになんでだろう、これならメタの出番あるのかなってちょっと期待したんですけど、まあ、もう少し勉強を進めてみると、例えば今、盛んに研究が行われていたものの一つであるコンボリューションニューラルネットワークだとかスタックドオートエンコーダーだとかも、まあ、蓋を開けてみると、まあ、誤差逆転搬法と最急降下法に、まあ、関連する学習方法が用いられているそうだっていうのが自分の勉強した範囲では分かって、なんか最急降下法にこだわってるのかなっていう気がしたんですね。で、なんでそこまでこだわるんだろうっていうことを考えたときに、誤差逆転搬法によって、まあ、さっき説明したように、出力側から、まあ、チェインルール、数学的なテクニックの一つですけど、まあ、チェインルールを用いて、まあ、再帰的に入力層まで適切にパラメータが学習できているっていうことがあって、まあ、それは活性化関数の勾配計算が簡単であったり、まあ、そのように設定したりすることで、まあ、勾配を使う、これはまあ最適化の観点からしても勾配情報が使えるなら使って探索をした方が合理的であるのは確かに。で、そのような条件のもと最急降下法を使うのは、まあ、確かに合理的だなと思って、また最初に挙げた自分の疑問点っていうのも、まあ、捉え方を変えてみれば、古い手法ってことは、まあ、最適化の分野では知見が豊富にあるなということも言えますし、まあ、基礎的なアルゴリズムであるっていうのは、初めはそこに疑問を持っていたんですけど、まあ、シンプルであること自体がまずメリットだなと、とっつきやすいし改良も加えやすい、また
シンプルであるということが合理性にもつながっているということは一つあると思います。で、制約もありますけど、まあ、実際そうやって活性化関数を適切に選んであげたりしたり、まあ、その逆伝播法とかを利用してうまく工夫して乗り越えているという現実があって、実際成果も上げられているで思ったのが、まあ、バックプロパゲーションってすごいなって思いました。で、結論としてデータヒューリスティックスはニューラルネットワークの学習に使えるのかということなんですけど、まあ、自分が到達した結論としては直近では出るまくないなって思ってまあ正直残念でした。はい、ここまでがまあ一定の結論です。で、まあ、最後になりますが、ここからはまあ自分のもう意見として本当に述べていきます。じゃあニューラルネットワークの学習に今メタが使わなくてもいいんだってなった、じゃあ人工知能関連全体でもうメタ使えないのかっていうと、僕自身はそうは思ってないです。まあ、例えばメタ微分可能性とか必要ないんですね、探索に。先ほど申し上げた。で、なんで例えば誤差関数や活性化関数をより自由に設計することができるなと言えます。大成功を収めているようなレールが、まあ、微分不可能な点を持っているような事実から考えても、まださらにいい微分不可能な関数を定義したらもっといい成果が出せるかもしれない。で、まあ、例えば活性化関数とか誤差関数の設定に関してその正解だとかヒントが見えてきている人の、まあ、研究の手助けに、まあ、メタヒューリスティックならなれるのかなっていうのを一つ思っています。で、また、まあ、自分のそもそもの興味の対象であった汎用人工知能や、まあ、それにとても関連してくるんじゃないかと思っているのは、マルチエージェントであったりとか、そういったものの実現っていうものを考えてみたときには、まあ、複数のモジュール、まあ、単一の学習機だけでは多分実現できないんじゃないかなって個人的に思っているので、それぞれの専門機能に適したモジュール、複数のモジュールから構成したり、まあ、マルチエージェントなど複数のエージェントから構成される、それによって実現されるということが考えられます。で、またこれらが扱うタスクも、まあ、当然複雑でまた抽象的であることが考えられます。で、それに対して、まあ、複数の目的、まあ、抽象的なタスクが与えられれば、まあ、あらゆる目的に対して、で、かつ最適な方法を選択していく、最適なモジュール、最適なエージェントを選択していくという必要が出てくると思うので、それに対してメタヒューリスティックスであれば多数目的の最適化問題にも適用できるので、まあ、こういった部分でも最適なモジュールの選択、エージェントの選択をする部分、場面になればメタヒューリスティックスは役に立つのではないのかなと個人的には思ってます。で、まあ、メタヒューリスティックスは人工知能研究に寄与できるのでしょうか、皆さんどう思いますかっていうのを、まあ、懇親会のネタにどうかなと思って最後こちらで終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。結構難しいですね。で、僕結構機械学習の方の研究してるんですけど、そこから言うと確かに、まあ、すごい最初から制約を加えた上でそのニューラルネットワークって結構に実装されて、まあ、逆にまあ微分可能っていうのを前提って、その制約があるからこそ、なんかそのなんていうんだろう、自分でそのなんていうんだろうなって、そこが拡張ちょっとずつしていくことで、こうなんか制約があるから家にこうしっかり考え、それを元にして考えていけるっていうのもあるかなと思うんですよね。で、あと一緒にそうですね、ちょっと前さっき議論した感じだと、そのなんていうんですかね、確かに現状だと、まあ、BP っていうのがニューラルネットワークの学習に対してはまあ結構いいんじゃないかなと個人的にも思います。はい、そう、でもその全てがその全部つながって、そのちゃんとそのなんていうんですか、全部のノードがつながってないとその微分とかはできないと思うので、そういう意味だとこれから先のその、まあ、そのまあ人工知能どんなものができるかわかんないですけど、いろんなエージェントとかいろんなモジュールを組み合わせていったときに、まあ、もしかしたらそのメタっていうところのその目的のこうしたいっていう状態と、その入力さえあればこうちゃんと最適化をして行えるメタっていうのはこうすごいいいんじゃないかなっていうのはやっぱ聞いてて思います。他に質問がある方とかいらっしゃいますか。はい、どうぞ。今あのドワンゴで、はい、超人工生命って作られてると思うんですけど、はい、あれには何か、なんかその要素っていうのは含まれてるものなんでしょうか。どうですか、特にその超人工生命自体について自分は形式がなくてわからない。なんかさっき一番最初で遺伝アルゴリズム的なところがあったので、はい、結構あれもそっちの技術を応用してるっていう。はい、そうですね。まあ、そうですね。じゃあ次回よかったらまあドワンゴとかドワンゴ研究所とかに行ってみるっていうのもありかもしれないですね。直接あの関係者のこの若手の方とそういうつながりもあったりするので、その僕メタしててよかったらちょっと僕の技術使いませんですか。そういう議論すごい面白いと思うので、そうですね。そういう話もしていきたいなと思います。他に質問のある方は、はい、どうぞ。
とりあえず、その理算問題に適用できるならば、配送パラメータチューニングには使えるかなと思っていて、だからまあコンピューティングコストが鬼ほどかかるんですけれども、例えば GD をした、結果としてのものっていうのを、ハイパーパラメータを含めてチューニングするっていう問題にこう、置き換えたとすれば、メタヒューリスティックはすごく使えるかなって僕は思いました。ビーム不可能なんで、多分メタヒューリハイパーパラメータ層をぶった切ったりするとできないんで、それをメタでやると面白いかなと思うんですけど、無限のコンピューティングコストもかかりそうですがねっていう。他に質問のある方いらっしゃいますか。大丈夫ですか。はい、じゃあ、はい、はい、あどうぞ。進化アルゴリズムとメタヒューリスティックの枠組みなんですか。進化アルゴリズム、多分ちょっと似た言葉を使ってて、多分別の分野だと思うんですけど、遺伝的アルゴリズムっていうのは割と抽象的な枠組みだったりして、そうですね、他の分野、例えば先ほどのドワンゴの話だと人工生命とかも、そこに何でしょう、インスピレーションというか関連性はあるんですけど、多分最適化っていう分野で区切っちゃえば、何だろう、もう手段として使っているというか、そこにヒューリスティクスを持っているというような感じで、直接のつながりはないのかなと。一つのタスクに対して、アホを見る手法っていうよりかは、もっとその抽象的ないろんな問題に対してこう当てはまるという意味でこう、メタヒューリスティックではと。その定義をしているっていう、そう、ね、その定義の尺度っていうか流度の違いとかで、その同じ手法で他の分野に使われているものもあったりはする。そうですね、わかりました。わかりました。じゃあとりあえずじゃあこの辺で、時間もそろそろなんで、切りたいと思います。この後また質問がある方とか、もうちょっと話聞いてみたいなとかっていう人がいたら、その時は、懇親会で一緒に話していきたいと思います。福島君、発表ありがとうございました。ありがとうございました。